ちは、ミルチョコです。今日は浜名湖にあるザ・シン・浜名湖という愛犬と一緒に泊まれるホテルに宿泊します。今向かっているんですけど、また着いたらいろいろルームツアーなど紹介したいと思います。着きました。ザ・シン・浜名湖です。ここがドッグランなんだ。着いた、到着。ぶーちゃん緊張してます206になります。オープン。鍵はオートロックになっていて、今日のお部屋はここになります。すぐね、お風呂が近いんですよ、大浴場が。今回はスタンダードのスーペリアルームです。でこちらにスギッパとかペットのね、ワンちゃんのペットシート、タオル、ペットシート、ティッシュ、お皿などがあります。でこのこっちのスギッパだと館内歩けるみたいです。ここにハンガーがあって、あそこにはワンちゃんのお洋服ハンガーもあります。では入ります。プーさん、プーさん、プーさん、お部屋だとね、すごい元気に走り回るんですさっき写真撮影してすごい震ってたね、プーさん。で、こんな感じの大きいお部屋になります。じゃーん。で、こちらにケトルとかコーヒーセットがあります。お皿もね、あ、コップもザ・シン・浜名湖って書かれてる。蓋付きですね、いいですね。冷蔵庫は無料になっているそうなので、こんな感じでお水とね、ビールが入っています。飲まれなかったら持ち帰ってもいいそうです。でラウンジの方に無料のね、ドリンクとアイスクリーム、ハーゲンダッツもあるので、そちらも無料で飲めます。空気清浄機とか湿気も大きめなのが結構ちょっと乾燥してるかな。L 字の大きいソファーにベッドが2つあります。ここにテーブルもある。すごいね、除菌とかもあるし。これ説明かな、あ、お出かけスポットとか、あ、ショップもね、あるんでね、こういったのとか、スパもありますね。スパもあったりとか、いろいろあります。酸素カプセルとかもあって、予約したらできるみたいです。で鏡、ルイちゃん元気ですね。次はこちらが洗面所になります。すごい広い。ここに部屋着、タオル、着替えのね、入れるのと棚かな。あとここにアメニティがあります。スキンケア用品も揃っていますね。へー、米ぬかだって、米ぬかシリーズ。こっちにもありますね、ブルターニュ生まれのタラソケア、良さそう。これ櫛とかゴムとかカミソリ、歯ブラシ、ボディタオル、一通り揃っています。コップもあって、
ドライヤーはモッツヘアのドライヤーです。でこちらがおトイレで、おトイレはですねこんな感じのいい感じのおトイレです。でお風呂が浜名湖ビューになっています。結構ね綺麗で広めでいいですねっていう感じです。大浴場もあるし、お部屋に入っても結構広々と入れるのでいいですね。じゃーん、なんか今イベントをやっていて、サイコロを出ておもちゃかお菓子かいただけるんですけど、ふうさんおもちゃが当たりました。おもちゃね、すぐね破壊するんで嬉しいです。来ました来ました。ブーさん用のお部屋を作りました。じゃーん、今日ねラップちゃんここで寝てね。エレベーターの前にもこうやって置いてあげます。フォトブースが、あ、かわいい、かわいいね。ほんとだ、3歳ってなってる。ハッピーバースデー、かわいい。うなぎパイ売ってる。いろいろ、ピクルスも、なんかああいうこれホットドッグとかペットのネームタグを作れる、かわいい。2分で作れるみたい。ワンちゃんオッケーなアロマオイル、すごい。このイベントでさっきおもちゃが当たったやつ、今日はワンバイキングも頼みました。うなぎを頼もうか悩んでます。で、こうやって追加ができます。ここが持ってきれるそうです。ハーゲンダッツもあります。いいね。セルフグルーミングルームもあります。おー、すごい、かわいい。壁がかわいい。フロントでタオルが限りになるそうです。すごいね、お店みたいな感じになっています。シャンプーとかも置かれています。爪切りとか櫛もあります。ドッグラン外がこっちで、こちらがインドアドッグランになります。インドアの方で、すごい、いろいろある。よいしょ、これどうやって取るか、こうでした、ちょっと見つけた。
壁かわいい。かわいくない？壁。プーさん、走っていいよ。プーさん。プーちゃん。プーちゃん、来てください。ホイップー。こっち来てください。プーちゃん。なんか、遊具に夢中です。プーちゃん、それジャンプ。それジャンプ。プーちゃん。プーちゃん、真ん中ジャンプ。あ、プーちゃん、来ました。ホイップさん、ホイップさん。あ、くぐりますか、あそこ。くぐらない。自由気ままなホイップさん。今から室内のドッグランにもう一回行って、1部2部の2部なの2部のご飯なので7時40分から夜ご飯を食べに行きたいと思います。ぶちゃん、今からご飯ですよ。ソフトドリンクは無料になっています。お酒は有料です。本日のメニューはこんな感じです。ステーキもある。デザート、静岡抹茶のババロア風、美味しそう。シラス、浜松シラスとかも美味しそうですね。ふーちゃんはさつまいもとキャベツ、ささみ、ブロッコリー、マグロとカジキのトマト煮を入れてきました。ハサミでね、細かくちぎって、まあ、細かく切ってあげたいと思います。シラスが乗っています。茶蒸し、生わさびを吸ってもらえて作ってくれます。私はちょっとわさび苦手なんです。こちら追加で頼んだうなぎの蒲焼きになります。美味しそう。うなぎ食べます。蒲焼きにしました。おいしい、香ばしい。ご飯と一緒に食べたいのおいしい。プーさんがおいしく食べてるね。作りです。すごい美味しそう。マグロ、ちょっとね、生もの食べれないんですけど、マグロだけは食べれるので、マグロいただきます。ご飯とお味噌汁先にいただきました。ちょっとうなぎをね、一緒に食べたくてね、ご飯を先にもらいました。鴨ネギのそばになります。肉団子と柚子が乗っていて、こちら柚子胡椒と一緒に食べる感じです。おいしそう。静岡産牛ステーキ仕立てになります。おいしそう。
しい。デザートです。静岡茶のババロアとイチゴと小豆になります。コーヒー、紅茶、ほうじ茶から最後選んでて、ドリンクもいただけます。なんと今日は24日なんですけど、朝起きたらこちらがドアにかかってました。紫芋のクッキーたと、かわいいプーちゃんの来た時に撮った写真付きのカードが入ってます。よかったね、プーちゃん。いただきました。すごいいいね、こういうの。おはようございます。このお盆のはビュッフェで、こちらコーンスープ、コンソメスープと、あとパンとビーフシチューで、パンはおかわりができるそうです。プレートになります。